皆さん、こんにちは、ヤヨンでございます。ファイアーエンブレム、風化雪月、初起動していきたいなと思います。行きましょう。さあ、行きましょう、スタート。さあ、楽しみだな。新作 FE。さあ、どんな感じで始まるかな。お、このマークは何ですかね。これが今回の新しい、なんというか、なんだ。新紋章なんですか。新エンブレム。新エンブレムなのかな。お、始まりました。ファイアーエンブレム、風化雪月。Please any button, start! 最初から始まる、エクストラ追加コンテンツ。いきなり追加コンテンツとかが出ているね。エクストラ見てみようかな。サウンド鑑賞。お、3つだけ今出てるんですか。これが炎の紋章って曲なんだ。このタイトル画面。炎の紋章、ファイアーエンブレムじゃん。はは。はい。そして音声切り替え、日本語英語できるんだ。おお、英語の勉強もできるみたいですね。はい、じゃあ行きましょう。最初から始める。ノーマル、ハード、いやーどっちがいいかな。いや、ハードにしたい気持ちあるんだけどね、やっぱりね、ちょっとね、ハードは時間がかかる。で、やっぱり私誰も仲間を殺したくないんですよ。死なないでいきたい。で、いつもね、ハードでやったら、やっぱハードだと死ぬんだよ。死ぬと、でも死んだまま進めたくないからリセットするんだよ。結果めっちゃ時間かかる。で、今回動画全部動画にしようと思ってるから、さすがにね、そんなちょっとグダグダやってるのも動画なかなかしづらいんでね、まあハードでやりたいんですけども、まあノーマルでね、行きたいかなと思います。で、これね、まあこれもね、カジュアルの方がね、まあ時間短縮ではあるんかもしんないんだけど、やっぱりそれは違う。うん、じっくり考えようぜということで、クラシックかな。でもね、クラシックだと動画撮り直すかな。撮り直すのかな、リセットするんでしょ。まあ、いろいろあるかもしれないけど、まあ、絶対に死なないようにね、行きたいと思います。これでいいかな。ネットワークに接続してプレイしますか。何なんですか、ネットワークは。じゃあ一応、はい。初回接続確認を行います。ネット機能があるんかな。まあ今の時代何かすらあるでしょうけども。さあ始まった。帝国歴91年、サルティンヘイデン。お、アニメだ。お完全アニメーションじゃん、もういいね。うわっ、うわっ、うわ、うん、ドワー、うわー、おっさん、うわー、大戦争ですね。やべえ、なんか赤い光やまとってるよ、あれ何なの。わっ、お、なんかすごそうな人出てきたよ。セイロス様か、お前。おっさん頑張れ。これ悪役なの？頑張れって言っちゃったけど。いや、悪役っぽいね。お、セイロス様。わあ、パルテナだ。いいね、アニメーション。お、セイロス様は本人が戦い始めた。お、剣持った。お、ボス対ボスの対決だ。お、めっちゃ動いてるね、いいね。ディア、おお、黙ってた方がいいかな。うるさいかな。映像中は黙っとけみたいな感じはあるからな。ああ、なんだその剣、めっちゃ強そう。チート級だろ、これは。うわ、剣を捨てた、殴った、蹴った。赤き谷を覚えているか、ネメシス。おうおうおう、日本語喋ってますね。死ね。あ、殺した、残酷だ。私から全てを、ナイフで。
セイロス様の勝ち。わあ。血よ。お母様何言ってんの。うわ怖え。何これ、ホラーゲーム、どういう話だよ。全然意味が分かんねえよ。まあ最後の方にこの回収するんかな、この意味のわからないこの映像を。最初いきなり出てきたこの映像、お可愛いキャラが出てきたよ。うん、眠お主そこで何をしておる。いいね、お主ってやついいよな。え、終わり？何をしておるで終わりかよ。あ、始まった。あ、こういう感じありまん。いかにしてここに入り込んだのか知らぬが。X で自動送り。わしの寝顔を盗み見るとは、なあ。なあ。はあ、まったく。声かわいいね。ちょっと近寄れ。声優誰だろうね。お主の姿をよく見せよ。え、もしかしてフルボイス？すごいじゃないですか。お、ここで主人公気味ですか。あいつがなんだろう、教官みたいな感じ。でも自分が教官になるんでしょ。教官の教官？まあ男と女なんですけども、まあ間違いなく私は男ではなく女でいきたいと思います。ベレットとベレスでしょ。まあベレスちゃんがいいかな。いつもルフレとね、カムイとね、やっぱ次はベレスでしょ。行きましょう。うん。おお、知らぬ顔のようじゃの。一体何者じゃ。髪色があれだよね、マルスとかと似てるよね。幽霊だ、邪神だ、人間だ。何この選択、関係あるんかな。じゃあ幽霊だ。空ごとは悪でない。おお、私をからかうのも大概にするのじゃ。はい、すいません。邪神だ。空ごとは悪でない。人間だ。お主人間と言うたな。ならば名を名乗れ。俺特選。で、ここで名前入力かな。じゃあはい、ベレスでね、これまあ主人公の名前自分で決められるんですけど、まあユヤヨンとかいう名前してもいいんですけども、私はねこのベレスで行きたいんですね。デフォルトの名前で行きたい。やっぱね、そうなんだよ。だって結局スマブラに参戦したね、ルフレとカムイだって主人公の名前、デフォルトの名前で参戦してるんだよ。もしね、まあスマブラに限らずだけど、まあこういう他のゲームとかでも出てくるのであったらベレスで出てくるね。まあそれをね、名前変えとくとね、誰だっけってなっちゃう。つまりベレスで行くのがいいと。はい、ベレスで行きます。名前は変えません。デフォルト名前で私は行きます。なるほど、さすがは人の子、耳慣れぬ名じゃの。耳慣れぬ名じゃか。人間なればこれにも答えられよう。何の節の何の日の生まれじゃ。お、誕生日も入力できるんですか。じゃあこれは自分の月でいいかな。3月14、3.14、パイ。パイの日で。何？わしと同じとは。何？うん、同じじゃと。偶然もあったものじゃ。偶然じゃな。何やら懐かしい心地がするが、わしはもう一眠りするかな。千年眠っちゃうんじゃない、そのまま。恥かいすう。今さらですが、コントローラーはプロコンでやってます。いいんじゃない、プロコンで。おい、お、そろそろ起きろ、ジェラルト。またあの夢でも見てたか。戦争の夢、少女の夢。いやー、どっちだろうね。どっちも見たよな今。どっちが夢なのかわからないが、じゃあ少女の夢かな。
お前の話を聞く限りそんな奴には会ったことはねえんだがな。まあいい、そんなもん忘れちまえ。戦いに雑念はいらん。はあ、はあ、俺たち傭兵の仕事は命がけなんだ。あ、そうだね、傭兵だっていう話だったもんな。傭兵の話なんだよな。さあ、とっとと支度しな。次は王国での仕事だ。少し距離があるから夜が明けたら出ると言っといたろ。そうだっけ。まったく、あ、お前以外はもう外で待ってるぞ。何今の。ジェラルトさん、すまんが来てもらっていいか。どうした。何今の。突然申し訳ありません。あれ、なんか好感度みたいな下がったよね。時間にガキどもが揃ってない。そういうのがあるんだね。実は私たち盗賊団に追われているんです。どうか力を貸していただ。盗賊だと。ええ、野営中に襲撃された。お、エーデルガルトさん出ましたね。うまいこと仲間と分断されて多勢に無勢、金どころか命まで取られるところでしたよ。その割には随分とのんきな。ん？その制服。制服。村の外に人影。ち、かなりの大所帯だ。来やがったか。たく、ガキどもはともかくこの村を見捨てるわけにはいかねえ。おい、行くぞ。用意はいいな。よし。まあなんだかわかんないけど、全然話つかめてないけど。はい。で、何？じゃあまずなんか話してすると、まずフルボイスすごいね。フルボイスすごい。そしてなんか言葉の選択あるみたいなんだけど、そこで好感度が下がったりとか上がったりとかがもしかしたらあるのかもしれないね。なんか変な選択したら下矢印マーク出てたもんね。好感度下がったんだな。何そのギャルゲーみたいな。エロゲーか？これは何ゲーだ？シミュレーション RPG。スロット、すげえ5個まであるんだ、セーブ。いいね。じゃあ1にしようかな。はい。じゃあ行きましょう。さあ、第一章。第一章じゃないかな、序章かな。さあ、面白くなってきたね。早く操作をさせてくれ。もうずっと映像とお話を聞いてるだけでちょっとうずうずしてきたぜ。早くゲームをさせろ。通信しています。夜明けの遭遇戦、序章、必然の出会い。お、始まった。お、綺麗だね。さすがスイッチ F。 てか HD だから。村が巻き添え食わないようにさっさと片付けちまぞ。まずは手前にいる連中を始末して、ベレス、先の出鼻をくじいてやれ。お、いいだろう。あ、これはやっぱマップの曲だったんだね。この曲はなんか PV とか紹介するのも流れてたよね。聞いたことある曲だね。そうだよね、あの HD のさ、ファイアーエンブレムって初だよね、今作が。いいじゃないですか、初 HD ファイアーエンブレム、綺麗でいいね。さあ、移動、ユニットを選択し敵に隣接するように移動させてください。 OK、 攻撃を選択し武器を決めて攻撃しましょう。さあ行くか。じゃあ主人公ベレス行きますか。ディミトリ、クロード、エーデルガルト。お、この3、4人だね。ファイアーエンブレムヒーローズの方でガチャとして出てきた4人だね。なるほど。ZR でこれ敵が見るか。X じゃなくて、X が詳細なのか。L でこう見れる。OKOK。ジェラルト。お前はあれか。いつもの、あれだね。まあ、お助けみたいな。さあ、ベレス行くか、じゃあ。マップが？マップこれだけ？じゃあ、攻撃。普通に攻撃いいんかな？攻撃、隣接してにするか。あ、違う違う違う、こっち。あれ？あ、選択解除されちゃう。はい。攻撃。行くぜ。鉄の剣。いいのかこれ。じゃーん。甘い。6。さあ、レベル。音とか覚醒と一緒だね。覚醒イフト。壊れた武器で戦うと、威力や命中が低下し、敵の追撃が非常に受けやすく。壊れた武器で戦うと、あ、壊れた武器でも戦えろ。使いすぎ耐久ゼロになる。壊れる。壊れます。戦闘中は修理できない。あ、壊れても一応使えるんだ。命中や威力が下がるけど。それはいいね。でも、耐久性あんのか。めんどくせえな。耐久あんのか。イフはなかったからね。ない方がいいんだけどな。覚醒仕様だね、じゃあ。あんのか。
槍、弓で行ってみるか。ちょっと射程が長いです。ぼちぼち動くか。なん射程は2はないんでしょ。射程は1だよ。 2か。会話、いや悪い悪い、あんたらのおかげで命拾いしそうだ。あ、会話ってのか。こんな偏僻な村に腕利きの傭兵が。支援会話。まさに天の廃材、日頃の行いのおかげだな。からの攻撃ができるのか。で、会話は積極的にしていった方がいいかな。鉄の弓、いけーと。わ、古文たちが逃げていった。必然さ。古文たち逃げてた。あ、これ支援ができたね、今。ハート出たね。A ボタン押すと、はい。それは OK。フェイズの交代。はいはい。とりあえず進んどくか。待機。私の力見せてあげる。待機。OK。エネミーフェイズ。エネミーフェイズ。プレイヤーフェイズ。敵の攻撃に備えながら進むぞ。森の中にでも陣取っておけ。OK。地形効果。あ、いいですね。まあ、その辺はいつも通りだね。ここで30本もプラスされるんだ。でかいな。あ、入るの？どこまで移動できるの？あ、ここまで移動できるんだ。オッケー、じゃあ。よし、それでいい。森にいれば敵からの攻撃を有利な状態で受けられるからな。オッケー。特殊な地形。はいはいはい。まあまあまあ。ここまで入るの？ここは入れないか。で、待機。ベレス。会話。あなた。変わった雰囲気の人ね。あなたも結構変わってると思うけどね、雰囲気は。腕を見せてくれる。報酬については心配しないで。ほう。弓、はい、これで OK。 エネミーフェイズ。お、あ、やく。また A ボタンで早くってことか。支援があるね。あ、これなんか灯台みたいな感じか。今さ、いい機会だ。俺が教えてやった戦技、ここで使って。戦技、戦技ってのかな。戦技を発動できます。あ、なんかエコーズみたいなね。ん？強力な雨追撃できません。通常より多くの武器の耐久が減るんだ。あ、そうか。エコーズとか外伝とかだと HP が減ったんだよな。こうやって武器の耐久が減るんだ。まあ毎回じゃあちょっとファイアーエンブレム少しずつちょっと違うよね、システムが。戦技ってのはじゃあ武器の耐久度を使って、まあ強力な技放つって感じか。はいはいはい。で、ここがさ、さっき言いたかったの、これがね、公園に見えた。なんか滑り台みたいに見えた。滑り台、ブランコ、ジャングルジムみたいな感じに見えた。バカだな。はい、じゃあベレスを操作していこうぜ。ここに置いて会話しようか。まずディミトリ、ありがとう。おかげで助かった。こんなところでは死ねないからな。助けたんか。すまないが力を貸してほしい。協力して賊を打ち払おう。オッチ、いいだろう。じゃあ戦技使ってみようか。なんだこれ、攻撃武器耐久マイナス3。いけ。いくつ減るん？3減るん？あ、3減るんだ。あ、そうするとワンパンできるんだね。ほうほうほう。じゃあ使っていこうか。おっ、おお、いいね、かっこいいじゃん。この経験は糧になる。レベルは上がんないね、全然。会話はできるっけ、こいつ。会話は主人公ってだけか。これ全員したかな。攻撃、ほら、ドン。やっぱ指はね、使いやすいよね。ん？待って、お前もいるか。戦機、スマッシュだったよ。スマッシュ、スマブラにゼロ、お前じゃ。これスマッシュでも使わなくても倒せるんだね。あれ、ミス、マジで。威力77か。でも剣相手だった。あれ、これ3すくみあるんかな、そもそも。今のところ説明は出てないけども。で、こいつを戦おうか。どっちもできるか。あ、3スキルあるね。あ、青くなってるから。青くなって、多分青が有利なのかな、じゃあこれ。は
多分あるね。同じかな。まあ剣は槍に気は抜けない強いだろうね。うん、違う、槍は剣に強いだろうね。今斧だったから命中が下がっちゃったかな、さっきエーデルガルトは。やべ、弓だ。よし、当たる。こっちに回っていくか。あ、回れない、回れないっすか。あ、回れないか。まあいいや、それなら。誰が倒す、主人公倒してくれじゃん。あ、倒せない。もう先進んじゃっていいんじゃない。じゃで主人公一応倒して、ほら行け。ジシャン、これレベル上がんじゃないの。賞賛は上がんない。お、結構今上がったね。あのハートが2マス分まで上がるのかな。隣接してなくても上がるのか。持ち物を選択すると、はい、アイテムの使用ですね。じゃあ先へ進んでいこう。おっす。そう、なんで村に傭兵がいやがる。こうコスタス、まとめてぶちのめす。お、来たね。あ、A ボタンで早くできるみたいですね。お、おっさんが動き出したぞ。近くに味方がいるときに攻撃すると敵が威圧されて攻撃を当てやすくなるぞ。ん？連携攻撃、味方の攻撃範囲にいる敵を攻撃すると連携攻撃になります。連携攻撃は通常より命中と回避が上昇します。また特定のユニット同士が行う連続攻撃は威力も上昇します。強力な敵を相手にするときは連携攻撃を活用しますよ。また連携攻撃を行ったユニット同士は支援値がアップします。なるほど。まあこれがじゃあ、あれだね、ダブルみたいな感じだね、今回の。なるほど、まあ、毎回システム違くて面白いよな。とりあえずどうすっか。じゃベレスはまあこの辺で、エーデルガルトじゃその後ろにつけておこうか。まあこれでいいんじゃない。じゃあディミトリを相手にして、相手剣だから、まあ、槍を。くそ、てめえさえここで殺せば。きた、あれお前斧かよ、お前斧か。で他のやつらは剣かな。何も攻撃しないんかい。さあ行こう。あ、攻撃しやがったお前ジェラルト、俺の経験値を取るな。無断だ。お前強いな。え、何？なんかデバフつけた。すごいなんか落としたけど。ほら、え、お前ちょっとどけよ、おっさん。おっさんどいて。いや、で弓でこいつ殺して。死ね。何？やられなかったらと。弓取りをこっちから攻撃。ほら、しゃ。負けられないからな。よし、やっとレベルが上がった。レベルが2。俺はまだ。お、強くなれ。音とか一緒ですね。そして、じゃあお前が斧でこいつ攻撃。ほい。ほら。おっしゃ。お、トゥドゥルルリー。貴族っていう。役なんだ。一歩前進かしら。お、鉄の斧獲得じゃん。やったじゃん。あれ、あ、終わった。あ、経験値もったいね。後ろの雑魚倒してね、ボス倒したら終わりだったか。これハードじゃねえから気をつけなくていいか。そんな、なに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 、お、何、時間止めたの。アヌシアヌシアヌシ、気をつけよ。わしを殺める気かしれ、者め。いや、よい、おぬしごときには己が命の誠の値打ちなぞわからぬじゃろ。まったく
わしがお主を導いてやらねばなあ。え、わしの名はソティス。ソティス、始まりのものと呼ばれておる。始まりのもの、うん、うん、ソティス、ソティス、確かにわしはソティスじゃ。うん、それに始まりのものか、一体誰にそう呼ばれておったのか。あ、ちょ、重要か。何を言っている、ソティス、それに始まりのものか、ソティス。なに、わしは今まで名前すら思い出せなんだのじゃ。それが宣告は、はあ、するりと口をついて出た。おかしなこともあるものじゃ。なんじゃその顔は、おぬが名前すらわからぬわらしと思うたか。ならばそのわらしに命を助けられたお主はどうなんじゃ。まったく、何が起こったん。命助けられたん、さっき死んでたんだ。あらし、どっちがいい、いいから。お、分かったんだ。そうじゃ、よく分かっておるではないか。たかが小娘一人救うために盗人の斧の前に体を投げ出しおって。おう、わしがとっさに時を止めたから良いものの、時を止めたのか。このままでは死んでおったぞ。ありがとう、時を止めた。いや、こっちを選択したい。今の自分、俺の気持ちは時を止めたって感じ。でもありがとうのがいいんじゃない。いや、でも聞いた方がいいんじゃない、聞いてほしいんだよ多分。時を止めたって。あ、そうでもなかったかな。一つも言えぬと。あ、やめて、ここから追い出されたいか。すいません、すいません、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、素直に感謝すればよいのじゃ。わしも助けがいがあるというものよ。いや、時を止めるなんてでも知らないでしょ。よう時を止められたものじゃ。どうやったのか。ほう、自分でも分かってないのか。かわいいじゃない。時が動き出したからどうなる、この後どうすれば。うん、再び時を動かせば、あの斧はお主の背に見事に吸い込まれ死ぬじゃろうな。うっ、当たり前じゃ。はあ、お主のせいでわしまでこのような目に。主人公何も言わないか。どうすればよいのかな。全く喋んないか、ベレスは。時間を戻してほしい、時を止めたまま自分だけ動きたい、座して死を待とう。戻すことできるんかな。そうか、おう、止めた時を巻き戻せばよいのじゃ。上がったじゃん。お前そんな力があんの、うん、できそうじゃん。まったく世話の焼けるやつめ。やるやん。巻き戻る時はわずかなれど、何が起こるか知っておれば命を守るのはたやすかろう。では行くぞ。炎をその身に宿せし者よ、時のよすがをたどりて斧が答えを見出せ。これで時が戻るんですか。しおお、どけ。お、ここ、ここ映像のとこにあったやつか、紹介映像かなんかで。なるほどね。まあこんな簡単に未来変えられちゃったんだ。楽勝じゃん。クロムさん泣くぞ。今何か。ベルス、お前今何か。セイロス騎士団、ただいま参った。
生徒を脅かす盗賊ども、覚悟せ。え？おい、盗賊が逃げていくではないか。貴殿らは後を追うのだ。さて、宮長たちも無事のようだな。うん。と、そちらは？おっと、面倒な奴が来ちまった。ステージクリア、やった。ターン6。MVP、ビレス。はい。クリアですか？通信してるってのはネットなんかな？毎回何このデータをネットに送ってるってこと？それ意味あんのか？結構長えな。はい、という感じで、まあ、じゃあ第一章じゃなくて序章がこれでクリアなわけですか。まあどこまでやるかはあんま決めてないけど、とりあえずまあ序章終わって、じゃあ次の章に入る直前ぐらいまでやればいいかな。で、通信失敗しましたですよ。どうしたんだよ。で、今、なんか経験値とかさっき話してたけどさ、ノーマルだから、ま、何も気にしなくても、大丈夫だよね。いや、覚醒の時とか、すごい頑張ったからさ、そういうのが気にしちゃうんだね。でも、ノーマルなら、まあ、何も気にしなくてもクリアできるでしょ。団長ではないですか。うわぁ！お久しぶりですなぁ！ジェラルト人気だな。私のこと、覚えておられますか？自称、あなたの右腕、アロイスですぞ。団長が突然いなくなってから20年、ずっと生きていると信じておりました。相変わらずうるせえやつだな、アロイス。それにもう団長じゃない、今はただの流れの傭兵。そういうわけで次の仕事があるから、またな。ではまたどこかで。ってそうなるわけないでしょうが。団長には修道院まで来てもらいますからね。ガルグマク大修道院か。へえ、そうなるよな。おや、もしかしてそちらの若者は団長のお子さんですか？赤の他人だ。逃げ遅れた盗賊の一味だ。そうだ、そうだっつっとけ。他の他人だ。あ、下がった。くさ、やっちまった。冗談を。団長と雰囲気がそっくりではないか。貴殿にもぜひ大修道院を見てもらいたい。どこを願えるか。え、でも実際なんだ、子供なのこれ。ジラルトって父さん？え、知らないんだけど。本物の父さんに向かって赤の他人つっちゃったんかな。まさか逃げようなんて思ってませんよね。かのセイロス騎士団を相手に逃げ出せるなんて、さすがの俺も思ってねえよ。セイロス騎士団か。確かに腕が立つ者どものようじゃの。なにこれ、ソティスは。あちらで呼ばれておるぞ。お主、さっさと行ってやれ。自分の体の中にいるって感じかな。じゃあ面白い展開じゃないですか。これでじゃあ序章終わり。さっきは助かったわ。まだあるかな。ありがとう。それにしても腕が立つのね。あなたは傭兵なのよね。しかもあなたの父はセイロス騎士団の元団長、歴代最強の騎士と呼ばれる。お父さんだったのか。お父さんだったのか。何も知らなかったよ。知らなかった。わかった。そんなことがあるの？何か言えない事情がありそうね。なあ、一緒に大修道院に来るんだろ。道中いろいろ話を聞かせてくれ。ああ、俺たちは大修道院に併設されてる士官学校の生徒なんだよ。課外活動中に盗賊に襲われてな、ひどい目に遭ったってわけさ。あなたが真っ先に逃げ出すからじゃないの？そうだったそうだった。聞いてくれよあんた、こっそり俺だけずらかろうとしたところへこいつらがついてきたせいで、盗賊は揃いも揃って俺たちを追いかけてきしまった。とんだ笑い話さ。クロード、お前はそんなことを考えて
皆のためにおとりになったものと思っていたが。そうに決まってるでしょ。言葉の表しか見ないようじゃメイ君にはなれないわよ。言葉の裏ばかり読んで猜疑心にまみれてもメイ君にはなれない気がするがな。おっと、帝王学の議論か。二人ともさすがだな。しかし猜疑心の塊の俺からしたらまだまだ純粋なヒナみたいな応酬だぞ。ヒナ口が減らないわね、あなたは。みんな仲いいね。まあいい。三人。それより今はお前のことだ。盗賊団の頭相手に一歩も引かぬ戦いぶり。俺ももっと強くならねばと思ったよ。確かにそうね。あなた、帝国で働く気はない。いいだろう。何を隠そう。私はアドラステア帝国の。待て、エーデルガルト。それなら俺も話がある。今ファーガス神聖王国はお前のように優秀なものを必要としている。おう、ぜひ俺と共に王国へ。おう、そこまでだ。まったく、お二人とも手が早い。ここで選ぶの。もちろん。あったその日に口説くなんてさ。俺は大修道院に向かいながらしっぽりと親睦を深めたいね。まずはあんたの好みでも聞こうかな。どの国が好きなんだ。おやつら、出自をことにするようじゃな。お主の好む国を答えてやるがよかろう。めっちゃいきなりじゃん。これ何？ポケモンでいう最初のポケモン選ぶみたいなもんの？最初の御三家選ぶの？これで。いきなりすぎるな。でもエーテルガルトちゃんが可愛いからあそこに行こうかな。アドラステアだったっけ？え、どれだった？これで見れるのか？アドラステア帝国のつってんじゃん。じゃあここでいいか。お、上がったよ。そうでしょうね。衰えたとはいえ帝国の培ってきたものは他の日ではないわ。はい、おしゃべりはそろそろ終わりにしてくれ。大修道院へ向け出発するぞ。おっと、話の続きはまた後でだな。やれやれ、慌ただしいのう。まったく。じゃがあの小わっぱども、三者三様よの。クロードか。油断できない相手かもしれない。危険の高い少女だが、常にこちらを寝踏みするような目で見られているように感じる。デミトリか。誠実そうな印象を受けるが、明るさの中にどこか、いつ、わしと同じ見立てじゃな。また眠くなってきたもん。寝てろ、ショティスは。しばらくは。わしが眠っておるからと。あ、寝やがったぞ。全然喋んねえんだな、主人公は。まあ、いつも主人公は基本喋らないものだけど、相当喋んないね。まあ、じゃあこの辺にしとこうかな。多分これでセーブしたら次、次のショーが始まると思いますんで。はい、ということで、まあ、ちょっと、今日今やってきた中をまとめると、まあ、なんだ、30分以上やってきたかな。まず、思ったのが、めちゃくちゃ実況者泣かせ。フルボイスすげえ。フルボイスすげえんだけどさ、喋ってるからさ、こっち何も喋れねえ。マジで。喋れねえね。聞きたいし、喋ることないし、喋れないし、喋っちゃダメだしさ。ね、実況に向いてんかな、このゲーム。めちゃくちゃ面白いんだけど。はい、っていうのが一つね。で、なんだっけ？声優だ。声優結構豪華そうじゃない？ジェラルトってやつは、あれスネークかな？大塚さんかな？多分スネークっぽかったかな？多分そうだと思う。で、エーデルガルトも結構聞いたことある声なんで。まあ、次の動画作るまでにはちょっと声優も調べておこうかな。はい。まあ、ファイアエムレム大体結構豪華声優使ってるんでね。まあ、それなりの一流な声優だと思いますけども。
ということで、じゃあね、ここをセーブして、多分ここからまたすぐ始まると思いますので、じゃあまた次回、続きからやっていきましょう。ここからが、じゃあ、第、白雲の章、あ、大樹の説、ここまで喋る。三つの学級。俺喋ることねえやん。さっきの主人公の気持ちぐらいじゃね、喋るの。小熊山脈から吹き下ろす、はい、まあ、とりあえずいいか。ということで、じゃあね、まあ、今回ファイアーエムレム風化先生パート1ということで、やっていきました。また次回、じゃあ続きからやっていきたいと思います。じゃあ皆さん、さよなら。